来た、上がってきた、よっしゃ上がってきたよ。おお、でかい、何、ちょっと待って、メバルやん。そう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 、目に入られた、目に入られた、やべえ、GoPro 回してなかった、やばい、目に入られたね。うわマジかよ、来たよ、あーやばい、目に入られた、やばいな、マジかよ、来た、上がってきた、よっしゃ上がってきたよ。おお、でかい、何、ちょっと待って、メバルやん、メバルやん、メバル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 、やばいやばい、メバル釣れた、やべえ、GoPro GoPro つけてなかった、マジくっそ、でもメバルでかい、しかもでかいやん、うおマジか、でかでかいし、しかもいいメバル、バッコリ食って、しかも1投目、いやー来ましたよメバル、結構いいサイズじゃないこれ、どんぐらいだろうね、25ぐらい割りそう、いやーなんかカサゴとかかなと思ったらメバルでしたわ、最高、いやいるんだねもうね、ちょっと一回根に入られて危なかったけど、なんとか強引に持ってきました、やりました、最高、綺麗、もう産卵終わってますね、お腹がそんな出てないから、よっしゃ、じゃあまあリリースしますね、ありがとう、しっかり返してやるっけな、こんにちは、サッカイフィッシング TV の一国です。今日はねちょっとメバリングをやろうと思います。お、なんかフグが打ち上がってる、ポイントはここかな、とりあえず最初で、一応ね、実績のあるポイントなんで、最初こっからやっていきます。あとでダイモンさんも合流すると思うんで、とりあえずまあ自分だけでやっていきます。で、最初、スネコン 50S で、ちょっとやっていきます。今日はね、波がない。めちゃくちゃ穏やかだな。普通に1投目から食ってくれかな、今日はねちょっとプラグでメバルを釣りたいなと思って、プラグメインでやっていきます。前調査した時はねここでまあ、ワームだったんですけど、その時は、まあ、釣れたんで、まあ、いるとは思うんで、ただもうちょっとね波っ気はあったんですよね、その時、そこがちょっと今回とは
違うんですけど、結構この釣れたポイントが本当キャストしてすぐのところに、まあ結構ストラクチャーがあったりするんで、多分そういうところで一旦メバルだと思うんですけど、結構手前で食うよりかは割とキャストの先で食う感じだと思います。でもね、手前にもこうやってゴロタがあるんで、まあ、そういうところにもいると思うんですけどね。前回はそういう感じでしたね、調査した時は。すごいナギ、もうなかなかないんでね、こんな時新潟 で一応根掛かりとかも怖いんで、一応フックをこういうシングルのフックに変えてあります。こういう感じですね。ちょっと沈める。なんかベイトいるな、今なんか見えたな。てか今年なんかさ、フグすごくない？フグがさ、この前磯行った時もそうだったけど、フグがめちゃくちゃサーフに打ち上げられてて、ここでもフグがなんか打ち上げられてるんですよね。すごいよね、なんか。まあでも、まあ、釣り始めてまだ3年目とかなんで、そういうのは全然珍しくないのかな、わかんないけど。ちょっと投げるコースを変えながら、で今日はスネコン 50S とアミコン 40S、 あとメバルハンター、なんか多分今年出た新しいカラーだと思うんですけど、それをちょっと使ってやっていこうと思います。確か前回釣れたのがね、夜10時ぐらいだった気がするんだよな。今ね8時半ぐらいなんで、そこの時間がちょっとまだ今早い。でその時もね8時ぐらいから始めてて、釣れたのがそんぐらいだったんで、もしかしたらその10時ぐらいが試合になるのかもしんないですけどね。まあでも全然その時大潮で、今がなんだっけな、あれ小潮っていうんですか、なんで潮の感じは全然違うんですけど、釣れないですね。今度ね、カラーマットチャートで、スネコン 50S のマットチャートでやっていきます。本当はランガンしたいんだけど、ここのポイントをちょっとねあまり取られたくなくて、ダイモンさんが早く来てくれればいいんだけど。まあ一番地形が、ここの地形が一番わかる。でランガンするとやっぱ移動あるし、自分ねこの後仕事なんですよ。そんな長く釣りできないんで、2時間ぐらいか、なんとかそこで釣りたいんだけどね。来た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 、食った。何？おー、メバルメバルメバル、ちっちゃいけどメバル釣れました。よし、ちょっとサイズねちっちゃいけど、
ネバちゃん連れてくれましたね。やっぱね、基本このぐらいのサイズだと思うんだよね。やっぱちょっと沈めた先ところにいましたね。かわいい。15センチぐらい、ネパル。よいしょ、釣れました。ちょっと僕の影が、まあ、全然ちっちゃいですね。15センチぐらい。スネコンゴーマレースですね。ちょっとレンジ下げたところで食ってきましたね。ありがとう。よっしゃ、じゃあ次引き続きやっていきます。よし、ちょっとねアミコン40Sでやっていきます。カラーはチャートですね。まずは上から。上から探って、まあ徐々にレンジ落として、まあ当たりなかったらちょっとアクション入れたりしていこうと思います。アミコンは使うの初めてなんですよね。結構前から買ってたんですけど、なかなかもうその時メバルのシーズンは終わってたかな、終わってたんで、やっと使える。来た。ああ違う、これは違うか。おい、来た。岩か。岩に当たったのを魚と間違えてしまう。意外と沈むのかな、アミコン。結構沈むの、やっぱスネコンよりは早いのか。そんなにだからカウント5とかやっちゃうと寝かかっちゃう可能性ある。あっ、でかい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 。アミコン来た。よし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 。あ、これメバルじゃねえな。おわ、でかい。そい、カサゴかな。おお、アミコンですぐでしたね。いや、いい感じのレンジ引けてんのかもしんない、アミコン。おお、ナイス。てくれましたね。ありがとう。これは正直俺分かってないですよね。カサゴ？ソイ？どっち？まあ釣れたからよかった。アミコン。よっしゃ。20センチぐらい。サンキュー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっといや今回ね、ちょっと本当はね、大門さんと二人でねやりたかったんですけど、ちょっとね大門さんの仕事の都合とかもあって、最初自分がまあ一人でやってて、で後半で大門さん合流してやって、まあ釣果の方が、まあ、メバル一匹とカサゴかな。3匹かな、自分の超ちっちゃいのも合わせれば。でもね、まあ久々のね釣行、楽しかったですね。いや楽しかったです。もう珍しく風もなく、うん、波もめちゃくちゃなぎで、絶好のメバル日和で、まあ、やれたんで、まあその中でね釣れたんで良かったんじゃないでしょうかね。サイズいいの尺メバル釣りたいですね。そうだね、うん、なかなかもうちょっと後なのかな。サイズいいのは、まあ、釣れてる場所は釣れてるんだろうけど、自分たちが行くポイントだともうちょっと後なのかなって感じですね。
まあ、ちょっと探しましょう。そうですね、まあ、またね状況がいい時釣りやりましょうね。はい、じゃあ今回はこの辺で。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。